ここ掘れワンワン状態になっているビッグモーター事件なんですけども今日はパワハラの案件を2件紹介したいと思いますまず1件目はこちらこれ女性の記者がですねビッグモーターの現役社員に取材をしているシーンねこれ日テレのニュースをこれ借りたいと思いますけどもはいこの方の言葉ですねここ23年ぐらいは高額ももう慣れていたんでみんなと私たちもちょっと麻痺してたところがあって それは麻痺するでしょうねあまた降格か、また移動か、みたいな感じになっていたと。ということで、現役社員の方は降格の恐怖でね、これすごかったですよね。広角で年収が数百万変わるんですよ。しかも自分の家ち度何もないわけですから、もうでたらめの極みなんですけども。さあ、そしてここからです。本部の人たち、ロイヤルファミリーっていうのが3人いるんですけど、っていうふうにこういうふうにね、これ彼が言っているんですけども、こうやって3人っていうと、社長と社長の息子と、あの、新社長かなと思うんですが、実は違いまして、えー、まずは、 ロイヤルファミリーの方々からね、はい、この3人は後から明かしますけども、方々からこういう形で LINE がバンバン来るので、グループ招待とかもあるのですぐに返答しないとね、降格もあると、はい。そして問題はロイヤルファミリーなんですけども、はい、まず1人はこれ、これはもう当角ですよ、高一前副社長ということで、雲隠れ状態ですね、もうなぜ顔を出さないのかというね、私も腹が立ってしょうがないんですけども、この顔を出さない、この35歳の息子のね、高一副社長、高一さんということになりますけども、そして、 A、常務 B、本部長とこの2人の顔面は割れておりませんけどもとにかく常務と本部長、まあ、営業本部長なんでしょうかねえということで、まあ、かなり会社の上層部になる人間この3人がロイヤルファミリーということでとんでもないことをしていたんだとこの人は現役社員は言っております。 その現状を赤裸々に語っているんですけども例えばこれですよねはいこの現役社員がね、えー、休みの日は大体何件来るかっていうふうに聞いたんですねこのアナウンサーが,記者が聞きましたこの大体何件来るかっていうのはこれ LINE のことなんですいいですか休みの日ですよ 休日にだいたい LINE というのは何件ぐらい来るんですかと聞きましたと。でね、1日放置していたら LINE で通知の数が出るじゃないですかと。あれが MAX に行ったらそれ以上増えなくなるんですよと。そしてその MAX スでいくつかというと、999です。休日ですよ。これ勤務時間帯でも関係ありませんね。999件もね、その MAX に達します。すぐ。 もう、でたらめということですよ。でね、この3人の体制になった、このロイヤルファミリーです。3人の体制になったのが5、6年前ぐらいと、つまり高一前副社長がこの会社の要職に就いた時と一致しているわけです。で、その時何を土地狂ったかね、なんか MBA が頭にあったんでしょうけども、やってること、MBA 何にも関係ありません。もうむちゃくちゃです。結局、この3人が現場にとにかくひどいプレッシャーをかけて、 移動降格を繰り返し 気に入らない社員とか意見する社員とか数字を上げない店長とかは一発降格いっぱい県外移動を下手したら首とめちゃくちゃですよねこれねどう思いますかもう本当にねめちゃ本当にひどい話なんですけどもさあそしてこのねロイヤルファミリーなんですが環境整備もうこれパワーワードですよこれ今年の流行語大賞決定でしょう清掃や接客の点検というのをするんですがまあこれいちゃもんつけ難癖ですよねそれをやっていくとにかく環境整備が恐怖でしたそりゃそうでしょう私は この彼の立場だったらこんなものはやってられないですとでロイヤルファミリーねあの3人が回ってきたら絶対誰かここからすごいんですよ。 絶対誰かが降格になり最初からこれ決めてるわけじゃないですかそして誰かが県外に飛ばされ誰かが退職するって形になるとでこれね恐怖政治のスターリンとかねあの辺と全く同じですよそう思いません必ず難癖をつけてお前は問題ださあ行けっていうことでシベリアに飛ばされたりあるいは ね、うん、ってことになってしまうとあれスターリンがやったわけでしょこれ全く同じですよつまり無実の人を落とし入れるまさにこれ全体主義のやり方ということになってきますこれがね未だにね6000人もいる会社でこの令和の世の中に存在していたのが不思議ですよねさあそしてね 続きますよ話はロイヤルファミリー3人が環境整備に来るときはとてもじゃないけど来た心地がしないくらいそりゃそうでしょうで理不尽な合格今の話ですよこれ会見でも社長言ってましたよね、えー、そでねこ,こからなんですよはい当然記者が聞きます副社長の宏一さんのちょっと威圧的な態度とかねそういうのが問題あったとネットで言われておりますがと聞いたらひろゆき社長は ちょっっと行き過ぎがあったかも分かももりませんけれども悪意を持ってやるというのは一切ありませんとそんなわけないでしょうがとねで結構ねえー、高一はねリズムの話をするんですよねとそれがプレッシャーになったのかなと平然と言って ておりました社長です悪意を持ってやるというのは一切ないと思いますということで息子は辞任を申し出たということになっていますよねでも悪意を持っていないってそんなわけないでしょことの真相はこうだと思いますこの社長だけだったらあんなことはしなかったはずなんですが息子は可愛さのあまり養殖につけましたそして息子が暴走しました社長は当然気づいていますけども注意もできずにオロオロしながらうんどうだちょっとあれがまずいんじゃないか かなって気持ちは社長あったと思うんですよあったと思うんですけどもまあ息子に任せてるし会社は息子に継がせるからやらしとこうかということでいわゆるサラミ戦法ですよね毎日少しずつ少しずつおかしなことをやってたもんですからこの社長も麻痺したところがあると思います僕はね一番悪いのはこの高一全副社長だと思っていますけど皆さんいかがでしょうかねそして経営体制を一新するということで涙ながらにねこの新社長は語っていましたけどこんなもんめちゃくちゃですね全く意味がありません もう国がいるね、あらゆる機関が金融庁から消費者庁まで全部入っておりますので、まあ、これは時間の問題でしょう。で、これ、4日前でしたっけ、3日前でしたっけありましたよね、国交省の担当者が全国に一斉に調査に入ったということで、これは埼玉の裏は味噌の点ということでございます。まあ、徹底的に話を聞いていくわけなんですけども、それは聞いていくうちにね、おかしなことって全部出たんでしょうね。それにしても24都道府県、すごいでしょう。 24都道府県の34店舗ですよ。という形でね、立ち入り調査をして、こういう形の切り株の問題にも触れていったわけですよね。さあお次です お次のパワハラはこの問題。これ、岐阜店の店長だった人がね、これ、うつ病発症したってことありましたね。でこれ、記者が聞いてるんです。これ、CBC の取材なんですけども、無念だし悔しいですよと。これ、お父さんの取材なんですけども、この井川さん、ビッグモーターで店長に2019年になったんですけども、うつ病発症して解雇されました。これがね、6月か7月だったと思うんですけども、それがね、去年の9月に交通事故でということになってます。ちょっとこれね、 タイミング良すぎませんかしかもねやめただけの方だったらいいんですけども問題はですね訴えたんですよねだからねなんで訴えた人間がね交通事故に遭うのかまあまあこれまた後とで話しましょうえそしてお父さんですねグループ LINE があって店長が入ってるグループ LINE があると店長グループですで要は締め上げるわけなんですよね タコとといいう言葉があの会社好きみたいだがとこのね、えー、取材ではね、あの旦那さん、お父さんはちょっと笑いながらね、タコという言葉がなんかあの会社好きみたいなんですけどねと、まあ、記者はさすがにね、笑うわけにいけませんの子を、ね、おがおをこうね、真顔で聞いておりましたけども、とにかくタコタコってやったらやってましたよね、これもその当該店舗なんですけども、さあもう一回、しょうまさんです。2年間、鏡原店で店長を務めていましたと。 ね、で他店の店長や上司との LINE グループトークがあるわけなんですけども,もう暴言書き込まれてたとこれはもう散々ニュースになっておりましたこれですタコが日本語もまともに喋れないなら店長を務まりませんが会話すら成立しないなら店長を降りろタコが。 ということで、やたらたこたことね、もう訳が分かりません。これまともな会社ですか大人とはとても思いませんよね。異常なこれ状態だと思いますよ。で、去年の8月、パワハラの慰謝料と未払いの残業代約2000万円の支払いを求めて提訴したんです。これ去年ですよ。つまり2022年の8月に会社を訴えました。ところがなんですよ。去年の9月つまり訴えてから1 1> 1ヶ月ごとにこの井原さんは交通事故で、こうなっってしまったとで。両親が裁判に引き継ぐんですけども、訴えてから1ヶ月後に交通事故って、ちょっとこれね、タイミングがあまりにも恐ろしすぎますよね。そんな都合よく交通事故に遭うもんだろうかと。まあ、さすがにね、これは本当に交通事故だと思いますけど、でもね、うがった見方をしちゃうのは私だけでしょうかね。いろんな見方があると思います。で、いれにしましてもね、いけないのはこの異様なパワハラです。 定的に糾弾してねこの日本先進国日本からなくさなくてはいけません。